クラッシュ136 4.30 後楽園ホールセミファイナルです。ライト級の一戦、最強優馬と増井勇気の戦いをお楽しみいただきます。この後メインイベントにはライト級タイトルマッチもある中、このセミファイナル、石川さん、レベル高い試合になりそうですね。そうですね、初登場でね、このセミファイナル、そして、クラッシュ元王者と対戦となる増井選手、はい、とにかく蹴り技が見られます。はい、それに対して赤のグローブ、最強優馬、サウスポースタイルが増井です。いや、片山さん、はい、これ増井の紫がこれ映像以上に生で見るともっとこれ鮮やかですよね。はい、もう一発で分かりますね。今これ映像ですとね、少し色が、鮮やかさが少しね落ちているように見えるんですけれども、生で見るともっと赤みがかった、はい、そんな紫です。気合が入ってますね。この存在を見せつけるという動き、この髪の色です。山本選手、これ立ち上がりの両者の動きの鋭さなどどうでしょうか。そうですね、立ち上がりから、スピードがある攻防が繰り広げられてるなと思います、はい。なんかこう、ね、西京選手、コナバー選手まで試合してるんで、同じサウスポーでね、あのメダイスタイル選手やってるので、はい、どうなのかなと思っていたけど、増井選手もやっぱり圧力かけてしっかり蹴っていって組み立ってますね。はい、増井勇気、巻きジム愛知、ムエタイのジムです。蹴り足のキャッチ、これはいけません。すぐに梅木レフェリーから反則注意がなされます。蹴り足、おー、蹴り返した強烈ローキック、最強優馬。まあでもこの最強優馬は石川さん、本当に上手い選手ですよね。上手いですね。今日もあの相手のリズムの裏を取るというかですね、はい、打ち終わりもそうなんですよ。カウンターとはまた違う合わせ方をするっていう、そのね、その技術はもうジニアスっていう名の通りですよね。カウンターと違ってどういうことですか。相手が入ってくるじゃないですか、はい、入ってくるところにちょっとずらしたところに、今のもそうですね、はい、相手の動きに対して合わせて自分がポジショニングをして、そこに合わせにいくんですよね。なるほど、今のもそうですね、はい、うん、相手からすると他の選手とは違うタイミングで飛んでくるわけですね。そうですね、はい、攻撃に対して攻撃っていうまっすぐのカウンターじゃなくて、合わせじゃなくて、はい、うん、あの相手の動きを読んでポジショニングをして、自分の攻撃が相手からすると終わった後に今のもそうですね、はい、なるほどなるほど、入ってくるっていう。あ、そう見ると最強の動きってすごく面白いですね。そうですね、はい、もちろん単純にカウンターの時ももちろんありますよ、で今のはあの打ち割りの合わせですよね、はい、だったりとか、とにかく相手の動きに対して動くっていうのが、うん、最強選手の特徴ですよね。なるほど、はい、山本選手、ここまでの展開いかがですか。そうですね、まず静かではありますけど、お互いいい攻撃出してるので、いい距離で、はい、やっぱりここら辺のファイターになってくると距離を殺さないですよね。お互いの攻撃生きるところで攻撃出しちゃうので、本当に、はい、目が離せない攻防になりますね。さあ、2人ともこのチャンピオン経験者です。このハイレベルな攻防、第1ラウンド必ず返しますよね、最強選手。第1ラウンドここで終了です。片山さん、やっぱり2人ともチャンピオン経験者だけあってすごいレベルですね。はい、なんかあっという間に1ラウンドが終わっちゃったなっていう印象です。すごい、この一つ一つの動きも精密に両者展開をしてきます。最強優馬と増井勇気、巻きジム愛知の増井勇気には実方康介選手がセコンドについています。石川さん、五分と見ていいですか。そうですね、はい、このね、リズムを崩しに来る西京選手の攻撃、合わせの攻撃、開始の攻撃に対して増井選手が全くね、動じることなく自分の攻撃を自信を持って続けているので、この五分ですね、うん、はい、これでだんだんやりにくいな、やりにくいなってなってしまうと、今度は西京選手の攻撃がどんどん飛んでくるので、はい、ここで臆することなく攻撃をし続けるのが、必要ですね。今増井選手は非常にいい攻撃の、立ち上がりだと思います。はい、第2ラウンドです。どのように両者出てくるか、サウスポースタイル増井です。最強パンチコース、左が飛んだ、当たった、ちょうど下がったが、しかし最強を起きしません。ここでちゃんと返す最強です。山本選手はどう見ていきますか、この第2ラウンド。そうです、最強の左が捉えた。
腰がガクッと落ちた。ダメージどうだ。ちょっとプチカチがした谷口いるか。はい、まずです。ナイスフック、前合わせですね。フック系の攻撃当たると、ま、真ん中が開くので、今度ストレート系のパンチも当たりやすくなるので、うんうん、さあここは一気にいくか最強です。今の先ほどのフックはあれどういう感じで入ってたんですかね、ヤンボ選手。どういう感じだったかな、まあ、綺麗にね、あの左フック当たったなと思ったんですけど、右フック左、いや両者の左が当たった。2人とは左が崩れた、崩れた、これは止めたものすごい KO を見せた最強ユーマ。クラッシュバーハンドレッド36後楽園を任せます。最強、全く反応できてなかったですね。いや、タンカがもうすぐに運び込まれます。ピクリとも動きません、増水勇気。いや、片山さん、これが KO です。これが KO ですね。興奮します、興奮しますね、すごい、とんでもない戦いを見せてくれました、最強ユーマの。いや、石川さん、すごいパンチでしたね。すごいパンチでしたね、はい。最初のラウンドも、ね、左フック、1ラウンド目になかなか見せてない距離からのフックだったので、はい、それで増水選手反応できなかったのかなと思ってたんですけど、はい、2つ目は今度の、ね、最後のダウンは完全に綺麗に顎を押していきましたね、うん、これが1回目のダウンです。そうですね、はい、テンプルというソフト部ですね。1回目のダウン、側頭部へ、うんうん、そしてこの後 KO のダウンです。これで左が相打ちから、この後、1、2だったんですね、別角度から、はい、左綺麗に顎打ちにいきますね。山本さん、今の技術的には結構高いものがあったんでしょうか。いや、はい、もちろんもちろんもちろん技術はすごい高いものがあると思います。あそこで、ね、顎を打ち抜くのも素晴らしいですね、的確にピンポイントで。ビッグバンチャンピオンとして乗り込んできました増井勇気、ここは悔しい敗戦となりました。いや、このインパクトは大きいですね。いや、はい、いや、ここまでね、あまり派手な KO ってイメージなかったですもんね、最強ユーマって。そうですね、はい、しかもこのね、まあ、このね、チャンピオン対決、まあ、今最強選手は元ですけど、ね、王者対決というところでね、はい、こういうフィニッシュは素晴らしいですね、うん、元スーパーフェザー級のクラッシュチャンピオンがこの最強ユーマです。そしてこの後ライト級の戦いがメインイベント控えているというところで、はい、いや、片山さん、これこの後戦うチャンピオンもチャレンジャーもタイトルマッチ気合入りますね、こういう KO だとね。そうですね、今のってやっぱクラッシュっていう感じがしたので、次の戦いもすごい楽しみになっちゃいました。まあ、映像を見てるかは分かりませんが、この場内にこの歓声などは届いていたことでしょう。最強の声を聞きます。はい、応援ありがとうございました。そうですね、まあ、KO は、3年ちょっとぶりの KO なんで、すごいホッとします。そうですね、次は、まあ、またちょっと K1 とかいろいろ出たいんで、ご検討よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。全身体操、その拳で力を見せつけました。さらに上のステージへと上がってくることでしょう、最強ユーマ。久々のこの KO、お見事。